水天宮前駅は東京都中央区日本橋柿柄町2丁目にある東京地下鉄半蔵門線の駅である。駅番号は Z10。副駅名は東京シティアターミナル前。島式ホーム1面2線を有する地下駅で、ホームは地下3階に立地する。東側の出入り口には動く歩道が設置されている。このため当たり駅は、 間接的な空港アクセス機能も担っている。ホームの側壁には、田原町駅と同様に紋章が施されている。かつては、定期券売り場が設置されていたが、押上駅延伸を機に、近視町駅に移転し閉鎖された。2018年9月13日からスイッチ制作の発車メロディを使用している。曲は1番線が、川の辺、2番線が、四畜の道である。 2020年度の1日平均乗降人員は52,319人であり、東京メトロ全130駅中54人。近年の1日平均乗降乗車人員は、下表の通りである。1A4 出口5から8出口 1A4 出口5から8出口もより停留所は、永代通りと水天宮通りの交差点付近にある、水天宮前、水天宮前駅。 およびロイヤルパークホテル正面玄関ロータリーにある地下鉄水天宮前駅である。東京都交通局と日立自動車交通、および日の丸自動車工業により運行される以下の路線が発着する。また、東京シティエアターミナルからは、羽田空港や成田空港への空港連絡バスが発着する。詳細は、東京シティエアターミナルバス路線を参照。 開業前の仮駅名は地元の地名より柿柄町となっていた。しかし、駅の一部が隣の日本橋箱崎町にかかっており、同地にある東京シティアターミナルに直結していること等から、地元住民から箱崎を主張する声が出て、正式決定に時間を要した。結局、駅近くにある水天宮にちなんだ現在の駅名が付けられることとなった。 この名称は、都電の電停名でも使用されていた。なお、当駅開業前に当時 A 団地下鉄の各駅に設置された大型路線図には、箱崎の駅名が記されていたが、当駅開業後に、水天宮前のテープを重複し対応した。ありがとうございます。